リバレッジ投資家、いつきです。本日もよろしくお願いいたします。コメントの方もね、いただいておりましたので、ちょっとこちらの方をね、がっつりと調べてみましたということで、ラブ、今仕込めばまる倍だが、いつきはおすすめしない理由ということでね、まあ、初期の段階のね、ラブっていうのは私は長期投資には向いてないんじゃないかという話をしておりまして、まあ、その後はね、短期の取引では面白い商品だということで、短期の商品ではね、 使っていたんですけれども、まあ、コメントもいただきましたし、今、ラブのね、52週の最安値、ラブ自体の最安値ということになっているということでしたのでね、うん、それだったら仕込んでいればね、何倍ぐらいになるのかというところをね、まあ、調べてみました。けれどね、調べれば調べるほどおすすめしない理由、長期のね、ガチ法はおすすめしない理由というのが出てきましたので、今日はね、そちらの方を皆さんと情報共有していきたいと思います。 それでは、スタートです。まず、このね、ラブっていうのは、バイオテクノロジーの、ね、株式。こちらの方に3倍のレバレッジがかかっている ETF 商品と。元指数の方は、バイオテクノロジーセレクトインダストリー指数というね、こちらの指数が元指数になってます。これの3倍の値動きになってくると。ただ、こちらの方で出しても、 トレーニングビューの方では出てきませんでしたので、まあ、これの ETF 商品ということで、XBI っていうのがね、このバイオテクノロジーセクトインダストリー指数の ETF 商品だということになっておりましたので、こちらの方とね、比較をしていきたいということになります。LABU のセクターはバイオテクノロジー企業が100%ということになっております。そうしまして、バイオテクノロジーセクターの企業ということもあり、新薬の開発や病気の治療法 などをを開発してていいる企業が多いとというここでねね、まあの辺りに魅力を感じて、ねまあ、ラブの方を購入されている方もね多数いてるんじゃないかなと思います。構成銘柄は134銘柄ということになっております。えー、ラブがオギャーと生まれたのは2015年5月ということですね。そして、えー、恐るべきことはここなんですよ。2015年5月の設定 以来ね、年率リマりリア、なんと驚異のマイナス50%ということでね、マジかと。 えー、そして、ブルームバーグの方で見ますと、3年のトータルリターンがマイナス55.81%、えー、5年のトータルリターンがマイナス44.5%ということでね、まあ、このトータルリターンがマイナス50%っていうのが、まあ、当たり前な商品なのかなという気が、ね、しております。えー、そうしまして、えー、年初来パフォーマンスはどうなっているのかと見ますと、えー、マイナス28.1%と、まあ、下げっぱなしと、まあ、ですからこそ、まあ、52週 の安値になっているんで、まあ、購入しておいてね、反発を狙っていこうということで、まあ、短期の取引をしているんですけれども、さあ、これだけ見てると、長期の取引やってて大丈夫なのかというね、気がしてきます。こちらの方はね、元指数、XBI の月足チャートというふうになっているんですけれど、これ、元指数見てたらね、 右肩上がりになってるんで、おお、よしよし、これをラブもね、えー、持ってても、今はね、はい、2022年の暴落があったんで安くなってるけれども、えー、またそのうちね、右肩上がりで上がっていくだろうというふうにね、まあ、予測できるわけなんですけれども、 ただしね、ちょっとチャートをね、見比べるとあまりにも違うんじゃないかということで、まあ、もちろんね、元指数の方はもっとね、長いことを継続しているんで、まあ、しっかりと右肩上がりというふうになってるんですけれど、ラブのチャート、トレーディングビューでね、見れるところまで突き足で引き伸ばして見てみたんですけれど、なぜかよくわからないんですけれど、2025年が一番高くなってるんですよね。そしてコロナの時につけた。 XBI の、まあ、最高値をつけたところも、まあ、もちろんね、えー、上昇はしてるんですけれどこれって元指数とレバレッジ商品の間でね低減・低増がめちゃめちゃ行われてるんじゃないのかなというふうに思いますんでちょっと ちょっとね、これ、長期保有を進めるわけにはいかないんじゃないのかなというふうに思ってるんですよね。低増するときはめっちゃ低増するんですけれど、低減するときはめっちゃ低減するということになっておりますんで、ちょっとね、この2025年がなんでね、設定以来の最高値になっているのかっていう、まあ、ここがね、いまいちよくわからないんですね。2025年の2月の高値の方が、 コロナのね、時の最高値、コロナバブルの時ですね、コ,コロナバブルで金融緩和ジャップジャップして,て、そして株価がね、ガーッと全株価が上昇していってた時、ここの高値よりもね、2015年の方が高いっていうね、ことになってますし、うんちょっとこのあたりがね、まあ、腑に落ちないところということになっております。ということになりますんで、 まあ数字だけね、えー、見ていきましょうということで、2021年、えー、2月の1日終値、ね、こちら元指数の方ですね、148ドルで終わっております。現在が78ドル37セントということになりますので、XBI の。 最高値148ドルに戻れば1.88倍と、まあ、3倍のレバレッジ型のラブということで、低増はね、プラスしていかないといけないんですけれど、まあ、何パーセント低増するのかというのは分かりませんので、単純に3をかけます。1.88から3をかけますと、5.64倍になるということになりますので、今、ラブの価格の方が4ドル81セントということになっておりますので、これに単純計算で5.64をかけてみました。 そうすると27ドル1セントということになるんですけれど、さあ問題です。27.1セントまでラブが戻るのかということでね、このラブっていう商品は、レバレッジと正直ね、相性が激悪じゃないのかなというふうに思うんですね。あのレバレッジって何にでもかければいいというわけではなくて、特にいつもね、私が言う S&P500、こちらにね、3倍のレバレッジがかかっている SPXL ですね。 あれ、トップ9と比べても相性悪すぎますよねというふうにね、いつもお伝えしてるんですけれど、ナスダック100とレバレッジってめっちゃ相性いいんですよね。ですけれど、S&P500 とレバレッジって相性悪いんですよね。で、悲しいかな、このラブっていう商品も S&P500 の指数の中の培養のセクターということになってるんで、やっぱりね、S&P500 銘柄とレバレッジっていうのは相性が悪いんで、 極力このね、レバレッジっていうのは、S&P500 にはかけない方がいいんじゃないか。いや、短期では何の問題もないんですよ。短期では瞬発力が出したりとか、上にも下にもね、上昇するときも瞬発力出してくれますし、下落するときも瞬発力出して下落してくれるんで、そこをね、拾いやすいというところがあるんですけれど、長期保有というね、線で見ていきますと、 やっぱりね、SPXL とか、このラブとかっていう商品、こちらは私はね、長期保有には向いていないんじゃないかなというね、結論になってしまいました。ですので、短期として利益をね、乗せていくということにはいいんですけれど、長期でガチ保する商品じゃないですよねと。これガチ保するんだったら SOXL ガチ保してた方がよっぽどいいということになります。SOXL もね、できれば短期から中期で取引繰り返した方が利益乗せれますよという商品なんですけれども、 それでもね、SOXL は長期で抱いてもね、まあ、私も667株抱いておりますけれど、送り人達成していくまで、しっかりと、ね、抱いておこうということで、667株長期保有してますけれど、まあ、こっちの方がよっぽどいいですよねということで、まあ、やはり SOXL はね、元指数 SOXX とチャートを比べても、SOXX の方もしっかりと右肩上がり。 そして、この SOXL もしっかりと右肩上がりっていうねチャートになるんですけれども、どうもラブはね、右肩上がりにならないんじゃないのかなと、ちょっといびつな右肩上がりのような感じでね、まあ、この上昇して下落して上昇下落してレンジに入ってみたいな感じで、あんまりね、いいチャート形状ではないんじゃないかなと思いますので、まあ、わざわざ今52種の安値なんでね、 買いのチャンスなんですけれど、これは52週の安値だから買いそして、まあ、2倍とかね、3倍ぐらいの利益を乗せていくんだったらいいですけれど、まあ長期保有すればするほど不安が残るんじゃないのかなというふうに思いますんで、まあ、このラブっていうのはね、短期のお付き合いっていうのはね、すごくいいと思うんですけれど、まあ長期のね、お付き合いはやめておいた方がいいんじゃないかと。やはり初期の段階、このチャンネルか前のチャンネルでね、ラブ 調べた時にまあ、長期保有には向いてないですよねという話をねしていたんですけれどまあ、そこから私の経験値っていうのは上がってきましたんで もう一度ね、調べ直して、ラブというもの、こちらの方の私の評価っていうのがね、変わるのかなということでね、今回一から調べ直してみたんですけれど、やはり評価は変わらなかったと。ラブは長期保有には向かないというね、まあ、結論になりました。このね、動画が皆さんの資産形成に少しでもね、役立てばと思います。役立ったなと思った人はね、グッドマークだけ押してね、体積よろしくお願いします。さあ、今日も。 アメリカのマーケットを開いていきます。次はライブ放送でお会いしましょう。お待ちしております。